営業時間短縮要請について飲食店は戸惑いを隠せません。コロナを抑えることの方が優先順位は高いと思うので応じるしかないのかなっていう、戸惑いでしかないですね。浅草にある天ぷら店です。ただでさえ売り上げが戻らない中での営業時間短縮は致命的だといいます。それだけの数字出るっていうのが現実で出てるっていうのは本当に恐怖でしかないですね。都内の感染者は過去最多となりました。やばいですね。驚きましたね。私もちょっと今1時間ぐらいしか仕事で来たんですけどね、来たくないですよね、都内にはね。本当は関係者によると東京都で確認された感染者は367人でした。これまで過去最多だった1週間前の366人を超えました。現状は一刻の猶予も許されない、速やかな取り組みの推進が必要でございます。これは今月都内で確認された感染者の日ごとの人数です。週明けの検査結果が出る木曜日は数が多くなる傾向があります。今のところ減少の兆しが見られないという状況であります。今日行われたモニタリング会議、都が掲げる項目では先週と比べ新規陽性者数、入院患者数など6つの項目で増加していることが分かりました。数が増えてまいりますと保健所の皆さんも大変ご苦労もあろうかと思います。品川区役所にある保健所にカメラが入ることができました。濃厚接触者として断定された場合ですね、24日が最終接触日になると思いますので、濃厚接触者への連絡、病院への搬送、ホテルへの送迎の手配、業務は山積みです。一番マックスの人は174時間なんですよ。相当な数の残業して追いつかないですね。自宅療養者に対してはこんな配慮もされています。家にいてくださいというふうにこちらが依頼する、命令している期間の食べ物はこちらが準備すべきだ。買い物に出かけられない自宅療養者のため食事も届けています。ご病気中なので簡単に食べられるものがまず基本ですけれども、とはいえ保健所なのでバランスも考えなくちゃいけなくて、この日9時を過ぎても区役所の明かりは消えませんでした。町のパン屋さんもすっかり以前の様子とは変わっていました。このようにビニールカーテンをつけています。油が多く個別包装ができないパンは仕切りを作っています。もっともっと増えてたら少ない人数で、営業時間を減らしてっていうのもそうなるかもしれません。店内で初めて50名を超え、これまでの最多の数。兵庫県では今日過去最多の53人の感染が分かりました。沖縄では過去最多を4日連続で超え、今日49人の感染が確認されました。沖縄旅行での感染が疑われるケースもあります。やはりご一緒されたその旅行の中に感染機会があったのではないかと。濃厚接触者この方は3人おられましたけれども、そのうちの2人が陽性だったと。この4連休石垣島と西表島に旅行していた福井県の男性6人です。6人は会社の同僚で、今日そのうち50代男性と同居する2人の感染も確認されました。ユニバーサルスタジオジャパンでは従業員1人の感染が確認されました。スタッフは
物販店舗を担当し、今日店舗は臨時休業となりました。昨日 SNS で話題となったのはこの言葉です。岩手陥落。県内で初めて2人の感染者が確認された岩手県。ただ岩手県民の思いは複雑です。で少しこう気が楽になったかなという気持ちはあります。ちょっと一言になりたくなったのであったので。